皆さんはどれがいいと思いますか愛知県を中心に再来年開かれるアジアパラ大会185点の応募から3つに絞り込まれた公式マスコットのデザイン案が発表されました水をイメージし渦巻き模様や曲線で表現された青のデザイン案大会エンブレムがそのまま可愛らしいマスコットになったような赤のデザイン案 そして愛知県の鳥、コノハズクをモチーフにした大きな瞳が印象的な黄色のデザイン案インターネットから募った一般からの意見も参考に専門家らが決定し来月中旬ごろに発表予定です。